平成18年台風第7号は2006年8月に日本に接近した台風である。8月7日、日本の南に同時に存在した台風7号8号9号。進路図2006年8月6日に小笠原諸島付近で台風7号が発生し、アジア名、マリアと命名された。台風はその後北上して本州沿いをゆっくりと東に進行し、8日には キー半島にゆっくりと接近した後、9日には、伊豆諸島に接近して、房総半島をかすめて、日本の東の海上へと去った。この台風が発生した、翌日の6日までに、台風8号、台風9号の2つの台風が発生したため、日本の南にはこの台風と前日の2つの台風を、含めた計3つの台風が、同時に存在することになった。 真夏の台風であったことや、複数の台風が相互に干渉した影響などもあり、この台風は、震度予報が難しい台風となった。当初は、四国を中心に、九州や本州に上陸する可能性が高いとされたが、その後上陸の可能性が高い地点は、紀伊半島東海地方へと東側にシフトしたものの、北上後さらに東に向きを変えるという予報に変わり、 結局日本に上陸はせずに、暴走半島をかすめたのみで終わった。速報値ではこの台風は8月5日21時に発生したとされていたが、事後解析で8月6日3時に発生日時が変更されたため、8月5日21時に発生した台風8号の方が先に発生していたことになり、台風番号と発生日時が逆転した。そのため実質的には、 この台風が台風8号、台風8号が台風7号である。このような逆転現象は2000年の台風15号と16号の時以来6年ぶりの発生となった。ちなみに、速報値ではこの台風と台風8号は同時に発生した台風であったと同時に同時に消滅した台風でもあった。この台風の接近により日本周辺の海は大荒れとなり、 7日午前5時過ぎ、50代の会社員の男性は、神奈川県平塚市の相模川川口付近で、ボートに乗っていたところ、高波に煽られ転覆しそのまま行方不明となった。その後男性は、同日正午頃に、平塚漁港の南側防波堤の沖合約30メートル付近で、浮かんでいるところを遺体で発見された。ありがとうございます。